ルハーンシクにある、プーチンフイロ、の落書きウラジミールプーチンプーチンフイロ、は、ロシアの大統領ウラジミールプーチンをバカにする、ウクライナ語、ロシア語のスローガン。このスローガンは2014年に、ウクライナで生まれ、2014年3月に FC、メタリストハルキウのウルトラスによって、最初に行われたチャントで広まった。この2014年3月は、 ロシアのクリミア併合とウクライナへの軍事介入が起きた時であった。このフレーズはウクライナ中でウクライナ政府の支持者やより一般的にはウクライナのロシア語圏とウクライナ語圏の両方の地域でロシアもしくはプーチンを好きではない人たちに広まった。ロシアの商品は買うなというステッカーで作られた点は下品な言葉でラテン文字にはフーロハイロクイーロ。 カイロ、ズジロなど、様々に本字されている。語感であるは、文字通りにとると、ロシア語、ウクライナ語で断言を意味する。これにロが付されることで、英語のディクアドやディクヘッド、プリックに相当する言葉になる。この単語はロシア語、ウクライナ語、ベラルーシ語で同じである。西スラブ語にこの言葉は存在しないが、ポーランド語とスロバキア語には、チャッチという単語があり、ポーランド語では、 は、チャプチロと本字されている。アーバン・ディクショナリーで笛色が、ウラジミール・プーチンと、同義語として加えられていると、2014年5月に、報道された。この表現は、検閲を回避する理由から、X と略されることがある。X という文字は、新しいロシアの文字に関する有名なジョークである、キリル文字を重ねたものである。似た、暗示の意味を含む略語としては、ガーリ これは、プーチン、パショールなきがある。これは、英語で、表現するならば、プーチン、ゴーハックユアセルフに相当し、PTN グーフィーと略記される。このスローガンの起源は、ウクライナのプロサッカークラブである FC メタリスト、ハルキウをめぐって二人の有力者オラクサンドラ、ヤロスロブスキーと、クレホリ・セルキスの間の確執が、最も強かった2010年のある時に、 メタリストのウルトラスによって始められたちゃんとスルキスフイロにある。自らのクラブの会長の側に立つハルキウのファンはスルキスフイロと叫ぶことで連盟会長への嫌悪感を下品で卑俗な形で表現した。こうで行われ最初の記録されたプーチンフイロとそこから派生した歌はハルキアで地元のファンがストリートマーチの間に これを歌った2014年3月に起こった。この記録はすぐに YouTube に投稿され、すぐに広まった。FC、セバストポリを除くすべての主要なウクライナのクラブのウルトラスのグループは歴史的に時に国家主義的とも言えるウクライナビー期の強い政権を持っており、ロシアが起こしたウクライナの東、南における反ウクライナの暴力やロシアの クリミア合併とウクライナへの軍事介入が起き、ハルキウが混乱にある中で、サッカーファンは即座にそして明確に、ロシアとの紛争において、ウクライナの側に立った。すぐに、プーチンを下凡にあざける、この歌は、知名度を急速に上げ、シャフタールドネツクやディナム・キエフのファンなど、以前は、仲が悪かったファンも歌を一緒に歌うようになった。ロシアが介入し、 ウクライナを部分的に占領していた間、ウクライナのクラブのウルトラスは対抗心を捨て、共にストリートマーチでこの歌を唱えた。この歌は人気が上がり続け、ガーディアンによると全国的な文化的ミームとなった。アレクサンドル・ジェモティールは、簡潔な言い回しでより控えめな歌詞のものは著名な、講話にも入っている。もし、プーチン大統領への意見を表明したいのであれば、 ララララララというだけでよく、すべては明確であると報告している。アーティミートロイッキは、ちゃんとのメロディーの元が、アメリカの歌手パッド・ブーンの1962年のヒット曲、スピーディーゴンザレスであると特定した。2015年6月、ロシアの連邦保安庁は、ソーシャルネットワークの VK 上で歌を使用したとして、活動家ダリア・プルドバの刑事訴追と調査を開始した。 ウクライナのいくつかの主要なロックバンドは自分たちの音楽にこの歌を加えたり改作したりした。アストラジェンタにより2014年4月21日にリリースされたメタルリミックスは楽器による演奏を足し3月30日の抗議運動を撮影したビデオを再編集しウクライナのサッカークラブ全体への広がりを描いた。ウクライナのバンドタルディは2014年5月6日に プーチンハローという曲とミュージックビデオをリリース後に国際的な注目を集めた。この歌は不快な言葉、フイロを英語のハローに置き換えることでダブルミーニングの効果を出している。プーチンフイロの歌に言及するとミュージックビデオではバンドのメンバーがウクライナのサッカークラブの色を着用しマーチングするウルトラスの姿勢をとり、プーチンハロー。 一人フレインする。バンドのメンバーは自分たちの曲を攻撃的なハンプウーチン化に結びつけることは誤解であり、この歌が不快だと感じた、唯一の人は英語に馴染みのないロシア人だと皮肉交じりに主張した。ローマズック TV は2014年5月29日のレモンチッキープロジェクトによる曲のパフォーマンスを生放送で流した。 ロックバンドドルハリカは2014年6月13日のコンサートでこの歌を披露した。他にもマッドヘッツやヘイデメイッキーなどのロックバンドにより改作がなされた。キーウポストはこの曲9つのビデオ版と2つの関連する曲を批評した。ウクライナの MP で旧進党の党首であるオーレイ、ライシュコは2014年の大統領選の間の2014年5月に 行われた集会でこの歌を披露した。アンドリー・ディ・シュッチッツヤ後に外務大臣となるアンドリー・ディ・シュッチッツヤがロシアの武装した反逆者によるウクライナ空軍の言い出しにいるマイナス76撃墜の後の2014年6月14日の夜にキエフにあるロシア大使館の前で抗議者に対する嘆願の際にロシア大統領プーチンに関連する言葉として不色と発した一連の様子が ローマツック TV により放送された。D シュチオジアヤはさらに大きな外交上のスキャンダルを引き起こす可能性のある暴力を控える要抗議者に嘆願した。プーチンは不色であるが解散しなさい。と発言した。その後すぐにウクライナの大統領ペトロポロシェンコは異なる外務大臣を指名した。ウクライナのメディアによると 外務大臣を変える大統領の計画は事件より前に知られており、ウクライナ政府の大きな改革の一環として提案されていたものだった。その後すぐに、ポロシェンコは大臣の地位から去ったディ・シュッチッツヤの業績を称賛し、議会では辞職する彼に対し、スタンディングオベーションが起こった。ディ・シュッチッツヤがこの言葉を使用したことは、ロシアの指導者たちの間で広く不満を抱かせた。 しかし、アメリカのウクライナ大使であるジェフリー・パイアットはツイッターで D ・シュッチツヤ大臣が歌を使ったことは危険な状況を解消しようとしたものであり D ・シュッチツヤを熟練した外交官でありウクライナの誇りと称した2014年7月2日ウクライナの内務大臣で国の主要セキュリティ機関の一人であるアーセン・アバコブはプーチン・フイロ の落書きで覆われたスラブヤンスク近くのバス停を収めた写真付きの投稿を Facebook で言った。この投稿には彼の写真に対するコメント A プライベートオピニオン、サムプレイスニアスローブヤンスク、アライニングマイセルフがついている。一週間後の2014年7月9日、アバコブはキエフ -1 特別警察隊の部隊とあった。伝統的な訓練である。 グローリー2ウクライナの敬礼の後の慣例的なツー・ヒーローズ、グローリーの返答が終わった後、アバコブがプーチンと叫び、舞台が不色と応答した。大臣ははっきりと応答に満足し、ボリュームのお休めと命令した。2014年10月、ベラルーシ人と訪れたウクライナ人が一緒になったベラルーシのボリソフで行われた。 UEFA ユーロ2016の試合のちゃんとの演奏で100人以上のウクライナ人と30人以上のベラルーシ人のサッカーファンが報道によるとわいせつな言葉を使用した疑いで拘留され尋問された。その中の7人がわいせつな言葉により5日間の懲役刑を言い渡されたが、そのうち1人は伝えられるところでは狂気を所持していたとして10日間の判決を受けた。ありがとうございます。